はい、ゆったりぬです。よろしくお願いいたします。さて、本日はですね、年末、違いますね、年始の一大イベント、福袋ですね、皆さんも購入されましたか私も購入しました。えっ、ー、と、実はですね、福袋、ちょこちょこ買ってるんですけど、まあ、大好きなのがありまして、まあ、基本は洋服とかは買わないんですよ、私。 まああいうのもですね難しいところであんまり服のセンスもないっていうのもあるんですけどあまり服の福袋は買えませんほまあ正直言えばほぼ買いませんじゃあ何の福袋買うのかっていうと私コーヒー好きでちょこちょこ飲みますそのためやはりコーヒーいるんですよねまあ豆から作って引いて飲むタイプなんで豆のタイプを買います で買うんですけどその時にですねやはり少しでもお得に買いたいなって思うとその時思いつくのが福袋なわけですいやいろんな会社から福袋出ておりますまあ買いましたえまあ豆だとですねまあ、お得に買ったのがすごくわかりやすいんで損もしませんしまあ基本何が入ってるかわかるところがいっぱいありますんでそちらの方で購入しておりますで今回買ったのがですね米田コーヒーさん7000円の買いました えと結構いい値段するなと思ったんですけど、まあ、コーヒーチケットが入ってたり、あとはそうですね、まあ、食べ物のチケットも入ってるようなんで、それも購入をいたしました。で、別のやつはドトールさん、ドトールのコーヒーも買いました。こちらは方はですね、一番ちっちゃいのを買いまして、まあ、こちらの方は豆を買いましてね。で、あともう一つがタリーズさん、タリーズコーヒーですね、そちらの方の福袋も買いまして、 非常に可愛らしいバッグを今、所有しております。いや、すごくいいなと思いながら買ってたんですけど、あとですね、スターバックスさんの方で抽選で応募したんですけど、外れました。あと、福袋で抽選、チャレンジしたのが、無印さんですね。あそこの方もチャレンジはしたんですけど、どうも外れたようです。いやー。 難しいですねいや。どんだけ人気なんだろうと思いますけど、まあとあと手に入れる方法はどうもあるようなんですけど、そこまでしてほしいかというとちょっと微妙なところありますね、まあ。スターバックスに関してはちょっと興味はあるんですけど、まあ、普通の値段以上買うつもりないかな、まあ、外れたらまあいいかな感じで注文したら、まあ、見事に外れまして、まあ、どうしようもない状態ですね。まあ、もともとスターバックス自体はちょっと若干高いなというのはあったんでいいかなと思ったんですけど、個人的には、 無印さんは当たりたかったなと思って応募したんですけど外れちゃいまして、まあ、皆さんどうだったでしょうかいいものを手に入れましたかいや福袋ってまあそうです、ね、無駄遣いだっていう方もいらっしゃいますけど私はなんか1年に1回やるお祭りみたいなものかなというふうには考えております、まあ、いいと思いますよ私はですね私も好きなんで、まあ、皆さんでものを買って経済を回していただければいいかなとは思っております みんなで物買って経済回しましょうゆったり犬でしたそれではまた